はいみなさんこんにちは。緩和委員長です。はいみなさんこんにちは。緩和ケアを早期から緩和委員長です。いやー、来ましたね。いや、非常に嬉しいニュースが入ってきましたので、今日は予定を変更して、こちらの動画を作らせていただきました。今日はいい話ですね。はい。日本の製品がまた一歩前進したんですね。 で、これは新型コロナに関する非常に重要な事柄でもあるんですけども、早速入ってきたこのニュースを皆さんに紹介したいと思います。このチャンネルでは医学医療情報をお伝えしています。他の動画も見ていただいて、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでですね、やはり新型コロナにおいて、もちろん重要な対策はいくつもあるわけですよね。普段の予防対策も必要ですし、そしてまた薬も必要です。そしてまたワクチンの病気というのを退ける上で有効なわけですね。 で、これは何度もお伝えしておりますように、感染拡大自体を判定させることは難しくても、個々が守られることが重要ですので、やはりワクチンが感染予防効果とか、あるいはその他重症化予防効果とか、そういった作用を持っているのは、個々にとって非常に良い,いことなわけですね。そしてまた実際、ワクチンを接種している方が守られているということ、これははっきりしてるんですが、一方でですね、これまで mRNA ワクチン、 というのはは技術自体は何年も歴史があるわけですね全く人類初の技術というわけではないんですけども、まあ、しかし、自分の体でスパイクタンパク質というのを作るというような、その技術からですね、まあ、もちろんそれに関して、現状のところ、例えば心筋炎の問題などがあったりとか、あるいはこれは研究によってもデータというのは分かれてるんですが、帯状疱疹の率を上げる可能性があることなどは指摘されていますが、一方で、例えば血栓症を増やしたりするということに関して、 mRNA ワクチンは明確な根拠というのはないわけなんですね。まあただ、どうしてもその技術的な懸念点と、そしてまた、どうしても副反応が一定以上ありますから、そういう点で従来型のワクチンではないというところで、まあ、一部の懸念があるのは事実ではないでしょうか。まあそういう中でですね、なんと、塩野義がブースター接種の研究に成功したというニュースが入ってきました。 で、以前皆さんにお伝えしたように、まあ、この今写ってる表に示してありますけれども、これはファイザーのワクチンを2回打った人に関してなんですけども、もちろんファイザー3回打ったりとか、あとはモデルナを3回目に打ったりすると、まあ、もちろん抗体だったりとか T 細胞性の反応などというのは、まあ、良好に上昇するわけなんですね。まあ、しかし、塩の義のワクチン、 組み換えタンパクワクチンと言うんですけども、同じ組み換えタンパクワクチンのノババックスに関しても、mRNA ワクチンを3回打つほどではないんですけども、抗体が上がったりとか、あとは T 細胞性の反応も見られたりなど、そういうことはすでに分かってるわけなんですね。従って従来型の技術であり、そしてまた副反応が相対的には軽い可能性がある、こういった組み換えタンパクワクチンをブースターとして使うということ、 まあそういうことがもちろん検討されるわけですし、まあそこで果たして良好な効果というのを得られるのかどうかというところで、そこに関しての疑問というのがあったわけなんですね。まあそしてまた、なかなか国産のワクチンというのが形にならないという状況がありますので、まあその中で主要の2学未開タンパクワクチンをまあ作っていましたから、その結果というのが待たれる状況であったんですね。はい、そしてとうとう結果が出たということになるんですね。 今日はこの塩野義さんの資料を用いて皆さんに紹介したいと思います。それで mRNA ワクチン。これがファイザーのワクチンだったりとか、あるいはモデルナのワクチンなどがあるわけですよね。そしてまたアストラゼネカのワクチンはデノウイルスベクターワクチンですけども、こういったものは新世代の技術なわけですね。まあ、一方で組み換えタンパクワクチンというのはスパイクタンパク質というものを入れて、まあ、それに対して抗体を形成するというようなものであるわけですね。 他にも例えば、KM バイオロジクスの不活化ワクチンとか、あるいはカナダでとうとう認可されましたけども、VLP ワクチンというウイルスの外側の部分というのを入れて、それに対して免疫をつけるというようなもの。これに関してもあるわけなんですが、これは以前からある技術ということになるわけなんですね。 まあそれで今回、塩野義が成功したのは、組み換えタンパクワクチンということになります。こういうスパイクタンパク質を入れて、それで抗体を作るというものなんですね。まあそれで、組み換えタンパクワクチンに関しては、それ単体だと免疫反応という点で十分とは言えないので、アジュバントといって、さらに免疫反応というのを引き出す物質というのを一緒に入れるわけなんですね。まあそしてこのアジュバントというものをどういうふうに選択するかということがとても重要になります。 まあ実際、アジュバントに関して、塩野義は一度失敗してるんですね。そのため、適切なアジュバントというのを用いて、しっかりとした免疫反応というのを形成することが重要になるわけなんですね。はい。というわけで、早速今回の臨床試験、この S268019 というのが、この 新しい組み換えタンパクワクチンですけども、その臨床試験に関してデータを読み込んでまいりましょう。また概要欄にリンク貼っておきますので、ぜ、ま、ひ、あ、興味がある方はご覧になっていただけたらと思います。なお、今回はブースターとしての研究結果が出たということなんですが、実施中の臨床試験の中には初回免疫として、最初からこれ単体で効果というものをどれぐらい得られるのかというような研究も行われているわけなんですね。今回はブースターとして追加免疫をして、フェーズ2-3ですね。 それでの効果というのを見ています。3月4日に中間報告が発表されているんですね。ブースターとしての研究なので、コミナティなのでファイザーのワクチンを2回接種完了後6ヶ月以上経過した20歳以上の被験者を対象に、この塩飲みのワクチンを追加接種した時の免疫減性について調べています。でここで一つポイントがあるんですが、まあ、臨床試験には優越性といって、 既存のものに対して、より良い効果というものを示すということを目的とした研究もあれば、非劣性といって、元々あるものに劣らないというものを気として行う研究というのもあるんですね。今回の 塩野義の研究というのは3回目にブースターを打つ。その時にファイザーのワクチンと比較して劣らないということを検証するものであったわけなんですね。204例で緊中。まあ、これまでのコロナのワクチンと同じように緊急なわけですね。無作為化しているのでランダムに割り振られています。で、片方が塩野義のワクチン。 もう打って、もう片方はファイザーのワクチンを打つということになったわけですね。まあ、それで二軍を比較するような形になっています。まあ、それで二軍に割り振ってるんですけども、割と男性の方が多いですよね。女性の方が少ない。だいたい男性が7で女性が3の割合でしょうかね。まあ、それで塩野義のワクチン軍とファイザーのワクチン軍では、だいたい両軍で大きなばらつきがないことが見て取れます。まあ、ちょっとただ、 まあ BMI に関しては塩のみのワクチン群で最大の人が結構54.4なので結構大きいですよね。まあそういう違いがありますが、まあおおむね類似したような背景を持っているということがわかります。はい。で、これが肝心の結果なんですけども、投与前は似たような中和抗体化だったんですね。まあそれが 15日経った時に、こちらが塩野義で、こちらがファイザーなんですが、おおむね同等の中和抗体化というのを得ることができたということなんですね。そしてまた29日経った時も、これもまたおおむね同等の中和抗体化を示しているということになるわけです。統計的に見た時も、塩野義のワクチンがファイザーのワクチンと比べて劣っているということを示唆するものではなかったわけなんですね。 したがって、そのように類似するような中和抗体の反応を得ることができたということになるわけなんですね。抗体応答率というのはどちらも100%であったということですね。はい。というわけで、中和抗体化というものを主要評価項目にしてたんですが、まあ、新型コロナに対してそれを退けるために機能してくれる抗体ですね。特に抗体に関しては、新型コロナの感染、 呂、抑止する上で重要だと言われてますけども、ありがたいことに、ファイザー2回打って、その後、ファイザーを3回目に打った軍と、あるいは塩野義を打った軍で、比較した時に、その塩野義のワクチンというのが、ファイザーのワクチンと比較して、明らかに劣るものではなかったということが示されたということになるわけですね。そのため今回は、中間報告にて主要評価項目を達成ということになります。幸いなことに、オミクロンやデルタに関しても、 3回目、ファイザーのワクチンを打った群と同等の中和抗体化を示しているということになります。それで、やはり気になるのは、どちらかというと、mRNA ワクチンは反応は良好ですけれども、副反応も一定以上ありますので、かなり個人差ありますけどもね。 そのため副反応はどうだったのかということを気になる皆さんも多いと思いますので、ここからそのデータということになります。それで安全性なんですけども、これがちょっと興味深い結果が出てるんですね。というのは、副反応は一般的に mRNA ワクチンより組み換えタンパクワクチンの方が軽いというふうに思われていたんですが、実は 割とパーセンテージで言うと同じぐらいあるんですね。ファイザーのワクチンでは98.1%の副反応だったのが、塩野義のワクチンでは96.1%。ただ全身の副反応で言うと、ファイザーのワクチンが78.6%だったのに対して、塩野義のワクチンが69.9%と、パーセントで言うと少し低いという感じになりますよね。まあ、特定の局所副反応はファイザーで72.8%、塩野義で68%ということになります。で、各ワクチンの副反応というのを見てみますと、 全体の割合としては同じぐらいになるんですが、まあ見てると、ちょっとやはり小野の,のワクチンの方が頭痛が少ないでしょうかね。まあ、筋肉痛などに関しては大きな違いはないようですけれども、倦怠感に関しては10ポイントぐらい違う形になりますね。まあ、発熱に関しても20ポイントぐらい違うような形になっています。総じていろんな副反応に関して、ハイザーのワクチンと比べると、パーセンテージとしては低いということが見て取れますね。こちらが全身局所副反応の概要ということ 事象も書いてあります、まあ、全体的に見て、そうですね、ファイザーのワクチンというのを通知として上回っているようなところというのが見受けられない形にはなってますね。五応答に関しては同じぐらいですけども、まあ、他のデータに関しては上回っているものはないという状況ですので、これらを見ていると、ファイザーのワクチンと比べた上で副反応が、もちろん個人差がありますので、ファイザーのワクチンでも副反応軽微な方もいますから、 一方で、もしかすると塩野木のワクチンに関しては反応したりするようなことがあるかもしれませんし、ここで言うと何とも言えませんが、総そうじてファイザーを上回るものでは、この全体としてはなさそうということは言えると思います。重症度に関してもそうですよね。グレードに関しては数字が進むほど重いということになるわけですね。グレード1の副反応というのは、塩野木のワクチン群で多く、まあ、グレード2になると、 ファイザーの方が多いということがわかりますよね。グレード3に関してもそうですね。発言時期というのはあまり大きな違いはなくて、基本的にはやはり1日目とか2日目に多いということがわかります。4日とかそれ以降に出てくるものは多くないわけですね。まあ、全身の副反応もそうですし、特定局所の副反応も同じような傾向があり、まあ、基本的には2日目。 ぐらいまでに発現するということがわかると思います。まあ、全体的にやはり、例えば発熱なども、塩野義のワクチンの方、グレードが低いですよね。まあ、各副反応に関してこのように書かれてますが、で、これがグラフ化したものなんですが、グラフ化するとわかりやすいですよね。まあ、おしんーとはやはり変わらないものの、発熱や頭痛などは結構差があるということがわかると思います。倦怠感もそれなりに差がありますよね。筋肉痛はちょっと差が縮まってきていて、 ま関節痛とかおかとか下痢に関しても基本的には塩飲みのワクチンの方がパーセントとしては少ないということは分かりますねそして色が濃いほどグレードが高いということなんですが発熱とか頭痛とか倦怠感とか基本的にはファイザーの方がグレードが高いということがよく分かりますよねこれが局所反応で痛みとか 赤くなったりですね。あるいは腫れたりというところで、腫れるのはやはりそうですね。そんなに多くないということになるわけですね。まあ、痛みは、割とそうですね。塩野義のワクチンでも痛みに関しては、まあまああるということになるわけですね。はい。というわけで、安全性に関しては、まあ、両軍で重篤な副反応、死亡、注目すべき副反応は見られなかったということですね。最も頻繁に見られたのは、発熱、頭痛、倦怠感、筋肉痛、注射部位の痛みと。あそして、どちらの軍でもほとんどの全身反応や局所の反応はグレード1あるいは2であったと。 グレード3の特定全身局所不可能は、塩野義軍で1例、ファイザーのワクチン軍で4例あったということなんですね。というわけで、まあ、コミュニティー軍と比較して、こういった安全性に関しても、全、ま、身、あ、性や局所の不可能の発言率も同等以下であったということなんですね。もちろんこれは症例数というのがありますので、まあ、やはり、 ファイザーのワクチンもかなりの数打つことによって、例えば心筋炎などに関してリスクというのが分かりましたから、小のに関して非常に接種する人が増えれば、まあどういうのが出るのかっていうことに関して、まだまだ密数のところはありますけれども、もしですね、心筋炎などがもちろん出ない状況だとかなり嬉しいところではありますよね。はい、以上のようになります。というわけで、これ注意すべき点が2つあって、まあ基本的には非劣性なので、劣っていないということが示唆されたということがまず1点ということと、あとは実際に 現場における有効性というのを示したものではないので、例えば、そうですね、感染抑止に対する有効性とか、あるいは重症化の抑止に対する有効性、入院抑止に対する有効性などの、そういった現実世界でのデータというものを示したものではないんですけども、 ただしかし、同等の免疫反応が得られているということで、もちろんそういった現実世界の有効性も今後期待し得るものなのではないかと考えます。まあ、いずれにしろ成功したということですから、まあ、これは本当にようやく国産ワクチンに関してもまた一歩前進したということが言えるのではないでしょうか。重要なのは、しかしたらやはり現実世界でどうかということなので、そこでもしっかりとした効果を出してくれることに期待したいものですよね。進みというのが決して早くはなかった国産ワクチンに関して、また一歩前進。 したということは大きなことであると思いますし、そしてまた、やはり mRNA ワクチンに心理的な抵抗とか、あるいは2回接種して副反応等から、やはり3回目は難しいというふうに思われている皆さんもいらっしゃると思いますので、 まあそういう皆さんにとっても同等の効果というのを得られる可能性があるという今回のニュースというのは朗報ではないでしょうか。体にそのスパイクタンパク質というのを作ってもらうということに関して非常にそれが厭われるような方にとっても朗報だったのではないかと思います。早くですね、良好な効果とそして負荷も少なくですね、感染抑止、重症化抑止に寄与してくれることに期待したいと思います。このようにいいニュースもね、 かなり出てきてますので、引き続き予防対策に気をつけてですね、ワクチンだけでは対処できませんので、しっかり予防対策に気をつけて、この状況をみんなでなんとか乗り切ってまいりましょう。ぜひ、皆さん今回のニュースとか、あるいは周囲の感染状況等に関して思うことがあれば、情報をお寄せいただければと思います。コメント欄にぜひ書いてくださいね。これからもこのような情報を提供していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃあ皆さんまた。